皆さんこんにちは。 Do It Yourself Inspiration へようこそ。今回は新しいルームバンドのビデオです。このビデオでは皆さんにこちらの半分の長さで作ったブレスレットをそれぞれ結んで新しいブレスレットを作る方法をご紹介します。片方はクリップで、もう片方は結んで留めています。必要なゴムの数は全部で80本です。模様はフィッシュテールブレスレットです。今回は2色使っているので、それぞれ40本ずつゴムを使います。モンスターテールを使って作ります。必要なピンの数は2本ですので、ルームボード、指2本、フォーク、あるいは鉛筆などでも作ることができます。それぞれ2本用意してください。それでは始めましょう。緑はもう作っておきました。片方にクリップをつけています。今回はピンクで皆さんに作り方をご紹介します。まずは普通のフィッシュテールアームバンドのように1本のピンクのゴムをねじってかけます。その後は2本ねじらずにピンクのゴムをかけます。一番下のピンクのゴムを持ち上げます。ゴムを下へずらします。ゴムを1本かけて一番下のピンクのゴムを持ち上げます。この作業を20本続けていきます。今5本終わりました。6本目です。皆さんには20本目以降の方法をお見せします。今20本終わりました。これからこちらの輪の作り方をご紹介します。まずかぎ針を使ってピンからゴムを外します。ゴムはかけたままにしておきます。そのうちの片方の2本を反対側の輪に通します。そしてこのように輪を作るような感じで結びます。これで輪ができました。それではまたこのかぎ針にかかっているゴムをピンに戻します。この時に上のゴムと下のゴムが逆さまにならないように気をつけてください。それでは今までと同じようにゴムを1本上にかけて一番下のゴムを持ち上げていきます。この作業を全てのゴムで行います。それでは間もなく仕上げの方法をお見せします。これが最後のゴムです。かけ終わったら一番下のゴムを持ち上げます。新しいゴムはかけずにもう一度一番下のゴムを持ち上げます。これで1本のピンに1本ずつゴムがかかっています。このゴムをかぎ針を使ってピンから外します。こちらは緑の出来上がったブレスレットです。それでは2つのブレスレットを結びます。緑のゴムをクリップがついている方をピンクの輪の中に通します。そしてピンクのかぎ針にかかっているゴムの方を緑の輪の中に通します。そして引っ張ってください。あとはピンクの一番端のゴムをクリップにかければ完成です。2本クリップにかけてください。これで完成です。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私たちの他のビデオをご覧になりたい方は、Facebook、Twitter、Instagram でもご覧になることができます。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。